はい、どうも、太郎丸です。8月へ向け太郎丸からお知らせということでですね、えー、今月は何をしようかなということで、まあ、ちょっとどのタイミングで上がってるかわかんないですけど、今日は7月30日収録日でございます。7月31日か8月1日には上げようと思ってます。ということで、こちらからですね、いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録者数、現在521名ということで、 誠にありがとうございます。これ、ちょっと7月30日の22時現在ですので、まあ、増減している可能性はありますけれども、とりあえず521名の方に登録いただいております。誠にありがとうございます。で、今月やることですね、この4つサメン予想を振り返り、これはいつも通り、サッカー観戦旅動画、メンバーシップスパチャー、ライブ配信ということでね、4つ項目作りました。サメン予想を振り返りからですね、 ま、定期報告なんで、まあ、これはもういつも通りやります。サボらず頑張ります。ということで、まあ、これの他にですね、いやれるとしたら、あの、遺跡動画、補強動画ですね。まあ、どんな人が、噂が出てますとか、どんな人を獲得しましたとか、どんな人が、まあ、遺跡はこっからはないと思、思いたいんですけど、鹿島から出てってしまいましたとか、そういう話ですね。は、やろうと思ってます。この辺はま、いつも通りなんですけど、 まあ、カシマントラのね、スメ予想振り返りっていうのは、いつも通りでございます。ということで、まあ、この他にですね、何か企画を考えて、できればやりたいんですけれども、ちょっと今、えっと、ちょっと企画を考え中というか、なかなか思いつかないっていうところはありますんで、まあ、何かありましたらとか、グッズ買ったりとかね、したら、グッズもね、動画投稿するんですけど、グッズあんまり買わないんで、私、はい、ちょっと買え、 どうしても欲しいっていう職種が伸びない限りは買わないと思ってます。とういうことで続いてサッカー観戦旅動画ということでね、えー、東京戦以来の旅動画が出ますって言っても、まあ、前回ほどのインパクトはないかな。えー、前回の方がその2ヶ月3ヶ月ぐらいぶりだったので、今回はですね、まあ、1ヶ月、 ぐらいで、まあ3週間ぐらいですかね。11日の、えー、岩田線に行きます。8月11日、エコッパで行われる8月、えー、岩田線へ、えー、参戦が決まりました、えー。今回兄と行きますんで、兄はおそらく出演してくれません、えー。恥ずかしがり屋ですからね。私が恥ずかしい思いをしてですね、えー、どう、 がを撮りながら喋るってことは可能性としてあるんですけども、実際に撮ってたら怒られそうな気もするんで、どうするかちょっと迷ってます。っていうか、まあ、兄に今動画撮って,ってって言って、あの、指示するのできるかな俺がどうせ運転なんで、うーん、うまいところです。ということで、まあ、私のところで、 うん、できればやりますけど、もうひょっとしたらね、後付けで声足すとかするかもしれないですけどね、どうするか分かってません。兄がね、私のこの活動は知ってくれていますんで、まあ、理解してくれれば手伝ってくれるかもしれないですけど、うん、どうしようかな。ただ、兄に新兄さんについて教えなきゃいけないっていうのもあるんで、帰省中に。うん、ひょっとしたらこの日を使って兄に、 えー、新 NISA の説明をしている可能性はあるかなと思いますね。で、その時に YouTube の動画を撮るかっていうのもありますしね。うん、悩みどころです。<laughs> はい。えー、メンバーシップスパチャということでね。えー、メンバーシップとスパチャの解禁がなりました。えー、登録者数がですね、500人を超えましたので解禁になりましたね。えー、まあ、いつでももう、 登録さえしてしまえばスパチャもできるようになりますし、メンバーシップもできます。というか、スパチャはもう解禁しました。ただ、やらなくてもいいです。あのお任せします。どのみちコメントはほぼほぼ100%回,あの回答しますし、まあ、最初の記念で1回目のスパチャを投げていただいてもいいですし、 あのただし法、法外な金額はあまりやめてくださいね。1万円とか、まあ、ないと思いますけど、あったらちょっと私もだいぶ恐縮してしまうんで、あの本当にお金に余裕がある方がやりたくてやる分にはまあ止めはしませんけどもあの、そんなね、アイドルでも何でもないですし、ね、VTuber でもそういうのでも何でもないんで、投げなくていいです。 はい。で、メンバーシップのね、バッジ等がうまく作れるか分かりません。あの、バッジが生徒としてあるんですよね。月々いくら払うと、このバッジが名前の横につきますとか、あるんですけど、それがね、うまく作れるか分かんないんで、特別な特典がね、用意できないんですよね。で、まあ、ライブ配信とかがさらに特別な特典としてつけなきゃいけないんですよね。この辺がどうするかっていうのが微妙なんで、やるかやらないかはかなり今やっております。 まあただ、お布施かし、お布施をしたい人がいればですね、やりたいかなと思っております。おそらくいないと思いますけれども、お布施がしたい人用に作ろうか考え中でございます。で、えっと、特典に関しては、あの、その、何て言うんですかね、ライブ配信をするとか、いろいろあるんですけれども、そういうことは一切行わず、コメント返信を必ずしますみたいな特典ですね、が一つ項目としてあるので、 それ用にあの90円とか290円とか、まあ負担にならない程度ですね。ラーメン1杯分にもならないような、この90円、290円なら、まあ年額考えたって90円なら、はした金とか1000円ちょっとぐらい。はした金じゃねえな、1000円って言ったら、まあ、結構あるな。ちょっとそれをね、責任として終えるかどうか、まあ、1000円ぐらいなら終えるか。大人なんで。 <laughs> ええと、まあ、1000円ぐらい払っていただけるなら、まあ、嬉しいかなと思いますし、290円だともう2000円超えちゃうんでね、どうするかっていう感じなんですけど、まあ、もし、あの、必要でしたらコメントください。どうしてもやってくれやらないと困るぞっていう人はいないと思いますけど、やってほしいっていう方がいたらコメントください。あの、解禁にします。90円、290円。あと490円とか、なんかそういう、なんていうの 段階3つずぐらい作って、まあ、自分の好きなところに、あの、のグレードを作るか、あの、コメントでいくらぐらいなら大丈夫ですって言ってくれれば、その、メンバーシップ作りますんで。あの、スパチャに関してはもう解禁しましたけども、やんなくていいですし、メンバーシップも入りたい人がいたらコメントください程度です。まあ、ただコメントなくてもね、解禁するかもしれないですし、 まあ一応解禁しとくかぐらいの考えでやるかもしれないですし、まあどうするかわかんないですけど、基本的に大きな特典はありませんので、得点がつくスパチャが作れれば、あの、その時はまた、えー、スパチャ、じゃねえや、メンバーシップか、特典のあるメンバーシップ作れれば、あの、その時に、あの、 お願いしますみたいなこと言うかもしれないですけど、入らなくても大丈夫です。ということで、まあ、ライブ配信ですね。まあ、さっきのメンバーシップのライブ配信とは別件なんですけども、まあ、試合を一緒に見る系の配信動画であったりとか、どうしてもメンバーシップでライブ配信やるぞってなればですね、やるかもしれないですけど、まあ、なんとも言えません。えー、やれればやるぐらいの感覚です。 あの、見に来たかったら来てください。まぁ、あ、ちょっとね、最近ね、歯医者に行くたびに、ちょっと前まではね、車運転するときに動画撮ってたりとかしたんですけど、歯医者がですね、3ヶ月に1回になってしまって、次9月なんですよね。9月の7日まで歯医者がないので、そうなると、まあなかなか動画も撮りづらい。で、なおかつ、えー、ライブ配信するっていうと試合なんですけれども、まあ。 8月7日は多分無理ですし、17日、山川の試合次第っていう感じですね。うん、25日、31日と。あとは、岩田には行くんで、3試合ぐらいの中で1試合でもできればな、ぐらいの感覚なんで、しない可能性の方が高いと思っててください。ということで、まあ、いつもご覧いただき、ありがとうございます。 あのー、そうですね。皆様のおかげでいつも楽しく動画撮れてます。まさか、今年の1月には500人も集まると思ってなかったんで、のんびりやってたんですけれども、いつの間にか500人も、あの、チャンネル登録者数の皆様が集まっていただいたんで、えー、嬉しく思います。あのー、これからも気が向いたらグッドボタン押してください。あと、ついでにコメントお願いします。メンバーシップいらねえっていう声でもいいです。 あのいらねえが多かったらですね、もう絶対作らないって心に誓いますんで、よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。あ、でも、どうしよう。まあ、いいか。いらねえって言われても作るかもしれないです。<laughs> なんかブレブレですね。まあ、前、まあ、コメントください。いろいろ。はい、ということで、チャンネル登録も初めて見た方はしていただけると、まあ、こんな感じでぐだぐだやってますんで、よろしくお願いします。 じゃあ、また。さよなら。バイバイ。